にちは。こんにちは。今日は見て、これで混ぜて弱火でね、水分をちょっと飛ばしながらゆっくりじっくり炒めていきますよ。何を作ってるんでしょうか。今日はね、きのこと玉ねぎのキッシュです。近くにポロポロ落ちてコロ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 、下にも落ちた。コロ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 、きのこちゃんたちが暴れ出して大変なことになっておるのですがタルト生地ですはい、これで今日はキッシュを作ります。さて、こたんは教わった通りにできるのですよね。ベビーちゃん、ぐちゃぐちゃだけどこうやってね、打ち粉をしてやったらね、薄く伸びるって。丸くならないよ破けたらね、生地がね、ダメって言ってた。こんなに不器用だとは思わなかった自分。楽しいのは楽しいんだけどさ。チェンテリー。まいちゃんが「違うよママ」って「そんなんじゃないよ」って「そんなんじゃねえよ」って教えたのと全然違うじゃねえかよって。これは何できる、あ、ハサミできるって言ってた。そういうのだけは覚えてる。ちっちゃくなっちゃう。で、これを今からボウルに入れて焼きたいと思います。焦げちゃうよ。やばいよ。若干焦げちゃったかもよ。いや、いらないいらない。どこで？リコちゃんどうしました？なんか考えてます。どうしました。なんかクッキングシートをどこかでやってたような気がする。どこだったかな。ここの上だった。なんかここにまいちゃんが金のジャラジャラを乗せたんだけど、森を。あれは何だったのかな。クッキングシートいるんじゃない？ジャラジャラ乗せるのに。そうかな。おっと。動画を見直したらわかる。動画を見直したら。見直したらわかる。見なさいよ。ちょっと見てくれ。ごめん。これ余熱してたかもな。余熱ってなってる。やけどしてる。やけどするよ。どうしたの？あ？なんだこれは。なんかないですけど。どうしたのかな。くっつけて焼こうかな。ってことは何してるんですか。ちょっとなんかさ、ちっちゃくなってる。なんでまいちゃんの時はこんなになってなかったのに、なんでかな。まあ、どういう工程ですかね。今こうちょっと修正工程ですね。なんですかね。工作時間ですかね。ですね。なんかあんまりこれがですね、使いになっているとですね、まいちゃんが液が漏れたら美味しくないよって言ってたからですね。まあ何でもやってみたらね。もうママ暑いよ。暑いよ。どうした？しかもここもなんかちょっと穴ぼこが開いてるからちょっとこれでつけたい。なんかまいちゃんがやった時はもっと綺麗になったのにな。A型なのかなと思う自分がいるから。これででもさ、膨らんでこないかな。まあやってみよう。それで。えこたん右手になんか持ってます。オーブンの180度で10分ぐらい。膨らんじゃったお米がないと膨らんじゃったもうどうしたらいいのだよ、もうこれはこれに入れて焼いてみよう。お。なんかまいちゃんこれにペタペタしてたよね。ペタペタしてたよね。これ。上からチーズをのせる。うん、アパレイユをのせます。鉄板気をつけてね。うん。わあ、わあ、タルト生地にこぼれたような気がするけど、おお。こっちに落ちていったら美味しくなくなる。まいちゃんが散々言ってた、こぼすなよって。でもこぼれちゃった。いいんだもん、チーズもポロポロって。チーズをのせたら完成？今から焼くよ。チーズをのせて、今から焼くよ、エイチだ。焼いてみようか。170〜120分ぐらい。とりあえず10分焼いてみよう。気をつけてね、熱いよ。熱いよ。おお。焼けた。すごい美味しそう。美味しそうにできた。できたね、うん。できた。さあ今日は。なんだかんだで記念日でした。そうだね。今日はエイチさんのお手製のナポリタンとネコタンお手製のネコタンの大失敗したキッシュです。失敗してないよ。いただきます。粉チーズたっぷり。しそう。いつもありがとう。こちらこそありがとう。ベリーの好きなの作ってくれて。ケチャップがね、市販のやつだからね、ちょっと美味しい。いいもの思考。大事。さあ、いただきます。どんどん上手になってるね。美味しい？なんでこれ？昔懐かしいナポリタン。俺が作るナポリタン。なんかどんどん上手になってるね。パスタ。なんかなんだろう。何の甘みだろうこれ。愛情です。玉ねぎだよ。美味しいすっごく。美味しいね。これエイジチーズたっぷりかけたら美味しいよね。チーズもらおうかな。サイダーで乾杯したっけ？してない。乾杯もしないで食べちゃった。記念日で言っておきながら。ご対応ありがとう。ありがとう。キッシュ早く食べたいでしょ。熱々なんでしょ。切れないの熱くて。いいよ。さあできた。食べてみよう。いただきます。どうでしょうか。下は切れないの。材料で作ったと思えない。美味しいよ。もう無理して食べないようにしよう。どうした？なんか違う。違う？無理して食べない方がいい。これはちょっともうエイチさんやめなさい。なんで？美味しくない。難しいな、キッシュ。失敗したのこれ。なんか全然味が違う。いろいろ入れ忘れてるかもね。本当？いや、美味しい。パイ生地も美味しい。パイ生地は美味しい。生地と一緒に食べめちゃくちゃ美味しいよ。まあ生地と一緒に食べたらちょっと美味しい。美味しいよね。美味しい。本当はこのね、玉ねぎとかのやつにチーズを巻いちゃいっぱい入れる。上からチーズかけた。おいしい。失敗だった。次回は生地から一緒に作ろう。おいしかった。生地がないから。どう？パイ生地と食べたら普通に美味しいけど。せっかかったやつね、お塩頑張って作った。美味しかったね分かった、天気のパスタから食べたからお腹いっぱいなんだこれごちそうさまでした。美味しかった。ありがとう。ありがとう。